8月13日に来日したエスパニョールユース、スペインリーグリーガエスパニョーラで将来活躍の期待がかかる選手たち。一方サンフレッチェユースも J リーガー目指して日夜努力する選手たちばかり。海外チームとの対戦でどんな戦いをするかに注目が集まりました。まず試合の流れをつかんだのはサンフレッチェ FC ユース。前半に中野とキャプテン遊佐のゴールが立て続けに決まり2対0。日本代表招集や遠征など揃って練習ができないことが多い中、コンビプレーで一気にエスパニョールユースを突き放します。そしてディフェンス陣も本職ではない選手を起用しながらも全員でのカバーリングと負けないスピードで相手を抑え、良い流れをつかんだまま前半を折り返します。後半もサンフレッチェ FC ユースの勢いは止まりません。後半13分、右サイド野田からのクロスに横竹が頭で合わせ3点目のゴール。そして途中出場した平重も4点目のゴールを決めます。前日アンダー18日本代表戦でも1点決めたストライカーが結果を残します。攻守ともに優勢だったサンフレッチェ FC ユースが4対0で勝利。14日月曜日に行われた広島県選抜とエスパニョールユースの戦いも2対0で県選抜が勝利。サッカー王国復活に向けて若い世代の成長を著しい広島県勢の今後の活躍が期待できる2試合となりました。すごいやる気が今日ね、相手もスペインのチームの本当強豪チームなんで、みんなねすごい試合をしたいという気持ちが強かったんで、本当に集中できたし、やっぱり一歩一歩前に出るサッカーができたかなと。それも当然見に来てくれたサポーターの皆さんの、ね、声もあったと思うんですけども、本当みんな最初から最後まで積極的に、プレーすることができたと思います。まだシーズン始まってそんなに経ってないし、ただその中でも、なかなかうまくいかない中でも非常にこう負けたくないような気持ち、もうねイライラしてましたけど、でもやっぱこう溢れ出るものがあったと思うんですよ。そういう点でやっぱり日本の子供はまだまだこう、ね、感情を表に出して絶対負けたくないんだとかこう、ね、どんな時にも諦めずに、頑張るようなそういう姿勢、戦う姿勢、そういう目負けたくないようなところがやっぱりね、徐々にこうやっぱり向上していくことにもつながると思うし、やっぱり苦しい時、きつい時、暑い時、そういう苦しい状況の中で本当にそのね負けてる状況とかそういう中で戦える選手はまだまだ少ないし、そういう選手、魂のある選手を作っていきたいなと思います。